ウィルデイールとは、日本の競争馬主母馬である。第一回ワシントン DC インターナショナルを制した、ウィルウィンの持ち込め馬として、1956年2月6日、北海道猿群門別町の丸竹牧場にて、生誕。後に、大成家織株式会社の創業者であり、中京地区の有力馬所として知られた、朝野区二次郎が購入し、 中京競馬場の星川泉支給者へ入球する。1958年12月7日、阪神競馬場でのサラブレッド3歳新馬戦にて、宇田秋彦記場でデビュー。デビュー戦は一番人気に応えて一着となる。その後京都競馬場での特別競争戦を連勝して、その年のクラシック戦線の有力場に数えられるようになる。 1959年4月5日、中山競馬場での第8回スプリングステークスで関東初登場。このレースから、当時の関東地区の有力機種であった渡辺正人に乗り換わりとなったが、6番人気で2着に入り、札幌賞の出走権を得る。1959年4月19日、第19回札幌賞に出走。 前奏の内容が評価されて2番人気に支持されてのレースは、渡辺雅人の後期上で2分3秒3のレコードタイムでの優勝。渡辺に前年の大成ホープに続いてのサツキ賞制覇をもたらした。続く、東京優勝トライアルの NHK 杯も、連勝、2冠達成の期待を担って、東京優勝へ駒を進める。 しかし、5月24日の第26回、東京優勝では振りしきる、雨の中、ドロドロのババに足を取られて、思うようなレースができず、小松光の15着と敗れた。ウィルデイールは、東京優勝の後、3ヶ月の休養を挟んで9月20日の第7回京都杯に出走し、1着となる。 だが、菊花賞へは出走せず、平田オープン競争を叩いて1959年末の第9回蜘肌記念に出走し、一着となって4歳の年を締めくくる。明け5歳となった1960年は、前年の蜘肌記念からわずか1週間後のアメリカジョッキークラブカップに出走、さらにその2週間後には、金牌と1ヶ月で3レースをこなすタフネスぶりを見せた。 3月6日の大阪杯に優勝し、春の目標であった天皇賞に出走してクリペロの4着に入った。夏は全休した後、一戦して天皇賞に挑んだが大手門の3着となった。秋の天皇賞の後、有馬記念に出馬投票したが故障のため、レース直前で出走を取り消し、グランプリを走ることはできなかった。 明け6歳となった1961年は、前年の秋の天皇賞以来、1年ぶりとなる10月28日の平場オープン競争に出走したが5着と敗れ、このレースを最後に現役を引退した。引退後のウィルデイールは、タメボバとなり、伊達天竜、ダテ放来という GI 級の3区を世に送り出した。また、ブルードメアサヤーとしては、インターグ試験を送り出した。 1978年10月に23歳で死亡した。半妹に1961年の軽半杯を制したメ伝デンスレデー。1965年の阪神頻馬特別を制したシードラゴンがいる。ありがとうございます。